皆さんこんにちは、今日もエクササイズやっていきましょう、今日のエクササイズのテーマは題して手首の柔軟性アップゴリラストレッチ。うほうほ。それではポイントを説明していきます。一つ目のポイントはしっかりと肘を伸ばすことです。二つ目のポイントは、いいポジションを探して気持ちいいところを探すことです。で、三つ目のポイントは、ゴリラの姿勢を意識してやってみてください。それではやっていきましょう。それでは、やっていきましょう。まずはですね、正座の姿勢で座ってもらいます。で、そこからしっかりお腹を伸ばして首を伸ばして、少し頭を後ろに引くようなイメージを持ってぐーっと伸ばします。で、手を下に向けながら思いっきり伸ばした状態を作って、少し遠くの方にですね、手をつける人はついてください。で、つけない人は少し手前でもいいです。で、物足りない人は遠くに手を置いてもらって、で、この時に、しっかりとお尻と頭をできるだけ遠くに遠ざけ合うような感じを作ってください。で、そこからですね、ぐーっとお尻をかかとに近づけるような動きで、手と手の前部分を伸ばしていくようなストレッチになります。で、ここの形が作れたら、この股関節の畳みで弾みを、つける動きを10回やっていきます。で、これを、今の動きをやったらですね、今度片手でこの動きを、10回やるという動きを、両手と片手ずつをやっていくストレッチになります。では、一緒に、やっていきましょう。それでは一緒にやっていきましょう。まずは正座の姿勢、思いっきり背筋を伸ばして頭を伸ばして手を思いっきり下に向けて伸ばします。で、そこから地面についてもらって、で、ぐーっとかかとにお尻をつける動きを、してもらいます。で、その時に手も地面を押すような動きをつけてもらうと、レバーが伸びる感じが増えると思います。それでは10秒やっていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ゆっくり戻ってもらって、今度はですね、片手ずつやっていきたいと思います。片手も同じですね、しっかりと伸ばしたまま片手を出します。で、そこからですね、少し、内側に手を入れてもらって、先ほどと同じようにお尻をかかとにつける動きを10秒やっていきます。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、それでは反対の手いきます。ぐーっと手を突き出してもらって、はい、内側に手を入れます。で、そこからぐーっと後ろの方にお尻をかかとにつける動きを10秒やっていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ゆっくり戻ってもらって以上になります。皆さんお疲れ様でした。このストレッチは、手首から前腕部にかけて柔軟性が上がるストレッチになります。スマートフォンやパソコンで、疲労がたまりやすい場所なので、ぜひやってみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。